はい、それじゃね、釣りから帰ってきました。本日の釣果はこれね、うんこみたいなんだけど、これね、黒ナマコね、黒ナマコだよ。いつもはね、刺身とか酢の物にするんだけど、今回はね、この黒ナマコをね、ちょっとね、ピリ辛の炒め物なんかにしてみようかなって感じでね、料理していこうと思います。はい、じゃね、まずこの黒ナマコなんだけど、両端のまあなんかこういうところ、口とこの尻尾みたいなところをまず切ってやって、でどうしようかな、まあここか。うわー、来たねードヒャーって感じでね、中を真ん中をね、まあ切ってやります。ここちょっと口のところ取ってやって、で今回この中は使わないんで、この黒いところ、この皮のところだけ使います。そしたらね、この黒ナマコをね、こうこのようなね、まあビニールの袋かなんかに入れてですね、塩ドヒャッと入れます。塩ドヒャッと入れてね、それとね、片栗粉をね、ほんのちょっと入れて、塩、片栗粉ほんのちょっと入れて、でまあこれをね、よく揉み込んで、よくこれね、ゴシゴシね、塩と片栗粉でこうやってね、よく揉み洗いしていきます。そうするとね、こうやって黒いのがね、すごい綺麗に取れるんで、これをね、しっかりゴシゴシ、かなり時間をかけてゴシゴシね、洗っていきます。もうしっかりね、ゴシゴシね、ガッツンガッツン洗ってください。はい、それでこのね、黒ナマコね、水でよくすすいでね、このようにね、白く綺麗になりました。でこいつをね、今回はね、炒め物にするんでね、まず適当にね、薄くそぎ切りにしていきます。まあこんな感じでいいのかな、薄くね、そぎ切り、まあこんな感じか。もうこれね、刺身でね、生でも食べれるんだけど、まあこんな感じでね、切ります。これでね、もうお刺身としてね、食べるとコリコリっとしてね、非常に美味しいですよ、この黒ナマコね。ぜひお試しください。でも今回はね、いつもと違うものを作ります。そしたらね、ちょっとね、中華鍋の方にね、油をなじませてやって、ちょっと油を入れて、ここね、卵を炒めていきます。今日はね、これ卵2個分です。これね、さっさっとね、炒めます。ふんわりと、まあ、固まる程度でいいです。ふんわりと。これぐらいでね、OK です。はい、そしたらね、またね、フライパンに油をなじませて、これニンニクと生姜。ニンニクと生姜入れていきます。で、これをちょっと軽くね、香りが出るぐらい炒めたら、次ね、ネギ投入します。まあ、適当なね、大きさにちょっと、細めに切ってください。今度ね、豆板醤ね、ちょっとピリ辛の風味でね、豆板醤の方もね、入れていきます。一気にちょっとガタガタとね、炒めてください。でね、これに、中華スープ入れます。まあ、これ水にね、こういう粉末の、中華スープちょっと入れてやって、うわ、入れすぎた、これちょっと入れすぎちゃったんだけど、ちょっと薄めるか。で、酒、でね、醤油、砂糖か、お砂糖入れます。あとこんぐらいで塩ちょっと、味見、ちょっと中華味が濃いな。そしたらね、このナマコをね、さっきのナマコをドキャッと入れます。どうぞ。水溶き片栗粉ちょっとずつね、入れて、
少し緩めのね、まあ、緩めのとろみをつけていきます。これかな。なんか随分ね、今日は適当なんだけど、ちょっと醤油、片栗粉少なめなのはね、結構ね、なまこ自体から結構ね、ぬるぬるっとした食材なんで、さらにね、卵の粉入れていきます。これで、よく混ぜてやって、仕上げごま油で、仕上げにね、ごま油の周りにこうかけてやります。ちょっとね、なまこと卵のチリソースを炒めみたいな感じでね。はい、これね、もう完成でーす。じゃあね、盛り付けしていきましょう。はい、完成でーす。はーい、ね、テーブルコーナーにやってきましたー。で、これがね、なまこと卵のね、ピリ辛炒め。今回はね、なまこの方をね、炒め物にしてみましたー。で、上からね、ちょっとピリ辛の山椒と、唐辛子をね、少しかけてあります。じゃあ、早速食ってみましょう。いただきます。ナマコ、これ書いてるな。うん。まあ、ナマコがね、なんかこれナマコが見た目全然わからないからね、ナマコ嫌いな人にはすごくいいかもね。うん。なるほど。こう来たか。うん。なんかね、中華料理のね、なんか貝だよ、貝。粒貝の炒めとかね、なんかこう貝、ほとんど貝だよ、貝。貝の炒め物になってる。これお酒にもね、ご飯にも合うよ。うん。なかなかうまいよ、これ。うん。磯の香りもね、ほんわり、なんかほんわか磯の香りもして、で、ナマコの食感がね、コリッとプニッとした感じで、美味しい貝を食べてるような感じかな。うん。粒貝とかね、そんな感じ。うん。ナマコが。ね。もうなんかナマコがほんとね、どこにあるんだって感じなんだけどね。うん。ところどころ、うん。コリコリプニッとしたね、食感が、うん。うん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 。うまい、これ。うん。またね、辛いものが好きな人にもね、おすすめなんでね、ぜひね、ナマコのピリ辛炒め、作ってみてください。チャンネル登録お願いね。